Hey guys, welcome back! Patch 2.7 is finally here. And we get more content, finally! So today we are going to do the Perilous Trail. I have no idea what's going to happen. But yeah, it's basically the main event. We're going to get some stuff here. But yeah, let's give it a go. Let's do this and head to the chasm. There we are. Let's go. うわあ、相変わらず不気味なところだな。調べる必要がなかったら。 おいら絶対にこんなところ来なかったぞ。あ、見ろよ、誰かいるぞ。ん？おや、旅人とパイモン。まさかこんなところで会うとは。どうしてエイヒがここにいるんだ。いつもはリーユエコーで仕事してるだろ。 なんでまたこんな人のいないところに。ああ、実は今回少し特殊な仕事を受けたんだ。だが双眼巨炎の底がこんな風になっていたとはね。私もこの目で見るのは初めてだ。ああ、それよりも二人にお願いがあるんだ。何者かが私のことを探していてな。もし私のことを聞かれたら見ていないと答えてくれないか。え、 何があったんだ？違うんだ。でも説明すると長くなる。とにかくうまくごまかしてくれ。じゃあまたな。だおい。うん、エンヒのやつを本当に言っちゃったな。うん、どうしよう。おいらなんだか急に怖くなってきたぞ。 あいつ、法を破ってここまで逃げてきたんじゃないよな。まさか、何か恐ろしい事件を起こしてたり。考えが甘いぞ。世の中はな、すっごく複雑なんだ。最悪の事態を想定しておかないと、万が一何かあったら、おいらたち、エンヒの共犯者になっちゃうぞ。だ、いや、ここはエンヒをかばってやるべきか。 それとも、悩ましい。おい、そこのお前。あ、本当に誰か来たぞ。でもこの声どこかで聞いたことあるような。 まさか、こんなところでお前らに会えるとはな。なんだ？休暇でも満喫中か？お、お前たち、その様子からして、相変わらず愉快に過ごしてるみてえだな。俺様もだぜ。あれ、お前の後ろにいる人って。はじめまして、荒滝派の久喜忍です。 忘れるところだったぜ。紹介してやる。こいつは俺ら荒滝派の中でも一番のやり手忍だ。おお、荒滝派の人だったんだな。こいつは花見盛りで活動するすご腕なんだぜ。荒滝派に入んのも当然の流れだな。しかもだ、荒滝派の厄介事はいつも忍が、やってくれてる。 なんなら、お前たちの面倒も、忍が見てやってもいいぞ。親分の友人ならば私の友人でもある。旅人にパイモン、二人とも会えて光栄だ。お、いいやつだな。じゃあ、おいらも忍ぶって呼んでいいか。あ、今後ともよろしく頼む。実は、近いうちに二人には世話になりそうな予感がするんだ。 でも一等、さっき荒滝派の厄介事は
忍がやってくれてるって言ったよな。それなら忍の方が親分にふさわしくないか。バカなこと言うんじゃねえパイモン。親分はこの俺様に決まってんだろ。天下第一花見坂荒滝派の親分はこの俺様以外にありえねえ。なるほど、ダメ親分と凄腕の部下ってとこだな。おい。まあいい、お前のその小さな脳みそじゃ理解できないのも無理ないこと。ここは俺様が大人になってやる。それよりも本題に入ろう。お前ら桃色の髪をしたほうなんとかかを見なかったか。物知りで小柄で変な帽子をかぶってるやつなんだが。はっ。リーユエの法律家で名を縁妃という。二人なら知ってると思ったんだが。え、見たことも会ったこともないぞ。知り合いだなんてそんなことありえない。ほう、会ったことあるみてえだな。でたらめ言うなよ。ビクビクしてんのが見え見えだぜ。どうやら図星のようだな。嘘をつくとき人は無意識に目が泳ぐものだパイモン。だが安心してくれ、私たちに悪意はない。お前ら縁妃のことを知ってるのか。知ってるも何も、そいつは俺様の命の恩人なんだ。命の恩人？あれ、そういえば二人は何しに双眼鏡園まで来たんだ。最近稲妻の鎖国令が解除されたことは知ってるか。忍は卒業証書を取りにリーユエに来たんだ。だが一人で遠出するのは危険だろ。だから俺もついてきたってわけだ。卒業証書？リーユエの学校にでも通ってたのか。ああ、リーユエの同文学塾で法学を学んでいた。ただ残念ながら卒業前に一度実家へ帰ったところ、ちょうど鎖国が始まってしまってな。リーユエ校で用事を済ませるため並んでいたところ、親分が戦艦軍と揉め始めてな。連行されそうになった親分を通りがかった縁妃さんが助けてくれたんだ。あの恩人の助けがなけりゃ今頃はリーウェの牢屋だから。だからその礼に彼女を手伝ってやりてんだよ。だが手伝いは不要だと言われちまった。そんなことありえると思うか。生きてりゃ何かしら困ったことに遭遇するもんだろう。だから彼女の後を追っていざという時に助けてやろうと思ったんだ。待て待て、俺様は本当に彼女を守ろうとしてるだけなんだ。何やら重要な仕事で急いでるみてえだったからよ。この世で何か偉業を成し遂げるには困難は避けて取れねえ。そんくらいお前もわかんだろ。俺様は良かれと思ってしてんだ旅人。おお、そうか、おんにきんぜ。んじゃ俺たちは探しに行く。出発すんぞ。しょう。恩人さん、俺様が駆けつけるまで持ちこたえろよ。ありがとう。じゃあまた。さっきわざとイットに嘘ついただろう。多分忍はお前の言ったことを信じてなかったと思うぞ。それかイットがあまりにしつこいから縁妃に迷惑かけないように忍も配慮したのかも。あの彼でも縁妃を探すやつはいないはずだ。後で本人に会ったらこのことを教えてやろうぜ。よし、じゃあオイラたちは柱がぶつかったところに行こう。
Alright, let's go. I honestly never expected to see Arataki Ito here. Well, they might have mentioned it during the live stream. I didn't really watch it. But yeah. So, don't mind me, guys. I'm just gonna quickly do a quest that I'm halfway doing. Ooh. Look at what we found, guys. A luxurious chest. There she is, guys. なんと、さすがは旅人とパイモン。あの派手な見た目をした兄ちゃんだが、あまりに情熱的で困っていたんだ。普段なら友達になれたかもしれないが、あいにく今日は用事があってな。わざわざこんな変なところに来るなんて、一体どんな用事なんだ？まさか、お前も冒険者になりたいとか？私は法律家だ。たまに遠くへ出張することもある。今回この双眼巨炎に来たのもある遺言のためだ。遺言？ああ、とある古書にあったのを見つけたんだ。昔の貴人が残したものだと思う。それによると失った法宝を取り戻したいらしい。法律家ってそんな仕事もするのか。大変なんだな。遺言の内容を執行することも法律家の仕事の一つだ。もちろんこのような依頼は多くない。それに双眼巨炎もそう滅多に来られる場所ではない。あら、知っていたのね。うわー、誰だ。おっと、やはりここにいたか。名のある法律家が双眼巨炎にまでやってきて、私の意見を聞く必要なんてないと思うけど。エランがいるところで私みたいなのが好き勝手できるわけがないだろう。こいつ一体何者なんだ。彼女はイエラン、リーウェの一応総務士に勤めているってことでいいのか。とにかく私の友人だ。ええ、それで構わないわ。この辺りにはたまたま仕事で来ていたの。君たちとはちょっとした縁で結ばれたというわけね。君たちは私のことを知らないかもしれないけど、私は旅人とパイモンのことをいろいろと耳にしているわ。私の仕事は双眼巨炎を観察することよ。君たちがここで何かするなら規則により私も同行させてもらう。ただ今回は他にも仕事があるの。だから残念だけど最後までは付き合えないかもしれない。くれぐれもトラブルを起こさないよう慎重に行動してちょうだい。これは参ったな。頼みたいことがあったんだが、昔のよしみでこの遺言のために少し時間を割いてくれないだろうか。そのお願いを聞くからには誠意を見せてもらわないとね。ああ、もちろんだとも。ガイドの依頼料はもちろんだが、たまたまピンバー屋からいい茶葉をもらってね。よければお茶をご馳走させてくれ。とりあえず今回の目的を教えてくれるかしら。おい、おめえら、どうしてイットがここに。くそ、わざと違う方向教えたな。旅人、俺様の味方じゃなかったのかよ。お待ちを。ん？誰だお前。申し訳ないけど、ここ一帯は双眼という名の用地。部外者は立ち入り禁止なの。ふざけんな。警告も策もねえくせに入るなだと。本当に危険な場所は注意喚起するような掲示を行わないものよ。ここってそんな重要な場所だったのか。ああ、ここは気軽に出入りできる場所ではない。
だからこそ二人についてきてほしくなかったんだ。あれほど断ったというのに無視されるとは残念だ。リーユエに対して数々の貢献をしてくれた旅人、リーユエの法律家として名高い縁妃、私はこの二人の立場と行動を信頼しているから、ここでの活動を阻止しなかった。でも君たちの場合。ああ、どういう意味だ。この俺様が有名じゃないと、それともなんだ、俺様が何か企んでるとでも思ってんのか。君の素性が不明だから行動を制限させてもらうだけよ。それに縁妃は君の助けを必要としているように見えないけど。はっ、そんなのどうしてわかんだよ。お前はこいつの母ちゃんか。だって一目瞭然じゃないの。君の方こそ稲妻からリーユエに来たからには豪に従ってもらいたいものね。お前、落ち着いてくれ親分。彼女の言い分は正しい。おいおい、喧嘩になりそうだぞ。なんとも面倒な。イエランとは正面からぶつかってはいけないというのに。私たちはこの地の事情を知らなかったんだ。そこまで言うのなら早々に離れよう。ただ本当に危険な場所なら警告文ぐらいは出した方がいいと思うがな。ご意見ありがとう。考えておくわ。もし俺たちがここを離れないと言ったらどうする。親分。あら、そう。じゃあ不愉快なことが起きるかもしれないわね。ああ、俺たち二人間に勝てると思ってんのか。いい度胸じゃねえか。旅人と縁妃の友達とはいえ、私の忠告は聞いた方がいいわよ。へっへ、面白い。俺様は人に指図されるのが大嫌いでな。そんなに自信あんならお手並み拝見と行こうじゃねえか。待ってくれ親分、ここで争う必要なんかないだろう。いや、こうなりゃ意地でも中に入ってやる。それをこいつに何ができるってんだ。この私がただのジョークを言っているとでも。まずい、本当に喧嘩するつもりだぞ。ちょっと待った、ことの発端は私にも原因がある。ここは私の顔を立てて。まずい、これは。話をそらすな。俺様は、いった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 、一体何が起きたんだ。おい、大丈夫か。本を下敷きにしただけでは衝撃を防げなかったか。これはどこなんだ、ここ。おい、みんな大丈夫か。はあ、とんだ災難に見舞われたものだな。オイラたち、一体どれくらい落ちてきたんだ。先ほどの口論中に地盤が崩れたようね。もしかしたら元素力が作用して。俺様のせいじゃねえぞ。あんなひでえ言われ方したら誰だって腹立つだろ。部外者の侵入を阻止する、それが私の仕事よ。責務を貫くのがひどいというのなら、君の心いくらなんでも弱すぎるわ。てめえ、俺様は屈するのが嫌いなだけだ。親分、口で勝てない相手に反論しても意味ないと思うよ。忍、お前どっちの味方なんだよ。事実を言ったまで。気持ちはわかるが、すぐに頭に血が上って喧嘩ばっかり。それで周りに迷惑をかけるのはどうかと思うんだが。ピットのやつ、口ではイエランに負けるし、忍にも叱られている。完全に立場ないな。ムカー、なんだと。オイラとイット一緒にするなよ。おい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 、そりゃどういう意味だ。喧嘩売ってんのか。オイラは
は事実を言っただけだぞ。イットがバカだってことは常識だろ。この俺様がバカだと？ちゅう、お前なんか空飛ぶチビスケだ。空飛ぶチビスケ？ふんにょーい。なら、オイラだってダサいあだ名をつけてやる。私たちはだいぶ高いところから落ちたようだ。上の状況が全く見えない。この高さ直接登るのは不可能ね。他の道を探さないと。みんなおしゃべりに夢中なところ止めちゃって悪いけど、伝えておかなきゃいけないことがあるわ。双眼巨炎はリーユエでも神秘に包まれた地で、数年前の採掘事故によって封鎖された場所。ここでは見ない、聞かない、質問しないを守って行動してくれるかしら。知らない方がいいこともあるものなの。原則として私は皆を敵に回すようなことはしない。どうか君たちも守秘義務がある私を困らせないでほしい。もちろん出口を探すため私も尽力するわ。は？なんであいつ行っちまったんだ？きっと出口を探しに行ったんだろう。イェランは私たちの中でも最も危機的状況の対処に長けた人物だ。ここは黙って行かせよう。基本的に遺言の内容を関係者以外に公開することはできない。だから本当のことを二人には伝えられなかったんだ。私は遺言に書かれていた大義版を手に入れるためこの双眼巨炎にやってきた。その方法は何年も前にいずれ必要な場所で役立つようにと私の依頼主が獅子に渡したものだ。そして目撃者によると、その方法を受け取った男は双眼巨炎へ向かった後行方不明になったという。双眼巨炎は歴史上数多くの戦争が起きた場所だ。たとえその者が争いの中で亡くなっていたとしても、私は方法を取り戻すのに最善を尽くしたい。依頼主の願いを叶えるためにもな。さっきイェランが話したことも全て事実だ。双眼巨炎には危険が潜んでいる。お前たちも身をもって体感しただろう。今はこんな状況なんだ。力を合わせて突破口を探すしかない。恩人がそう言うんなら、まあここは顔を立ててやってもいい。こっからは全員仲間だ。一応あいつも仲間として見てやる。イェランって総務士で働いてるんだよな。なんだか妙にすごそうな人だったけど、総務士の仕事ってああいった能力まで必要なのか？まあ世間一般には総務士で勤めていると言って間違いない。彼女の身分についてはあまり多くを明かせないんだ。ただこの仕事は彼女にしかできないってことは確かだ。一体どんな仕事なんだよ。こんなしけた場所で働かないといけねえなんて。はっ、オイラ知ってるぞ。冒険者だろ。なんだよその顔。オイラたちも同じような感じだし間違ってないと思うぞ。お前なんだか最近ケチになったな。肩書きぐらい借りたっていいだろう。そうだぞ旅人。お前はパイモンの親分だろ。親分なら親分らしく子分を可愛がってやらねえと。オイラたちはそんな関係じゃないぞ。パイモン、親分の突拍子もない発言は気にしないでくれ。ふん、忍がそう言うなら。おい、はあ、親分はこの俺様だぞ。まさかここは記録にないもう一箇所の封印の内側なのかしら。一体ここには何が。食料と水は持ってきている。もし必要なら言ってくれ。おお、さすがだぜ。牛使い野郎は賢くないけど、お前の部下は頼もしいな。俺様もそうってだと。俺様だって賢いっつうの。前方に何やら入り口があるようね。奥に道が続いているみたいだわ。どこに繋がってるんだろう。
行ってみようぜ。こんなところに秘境の入り口があるなんて。入り口があんなら出口もあるはずだ。入ってみようぜ。うむ、本で読んだものと同じだ。周囲にあるのは古くから存在するリーウェの岩石だろう。この秘境、おそらくかなり昔からあるようだな。おっと、あ、ショウ、コウマ大戦、どうしてこんなところに。あ、今しがた降りてきたところだ。轟音が聞こえたゆえ確かめに来た。うっかり落ちちゃったのか。ならオイラたちと一緒に行動しないか。遠慮する。我には他にすべきことがあるからな。人探しだ。ここはお前たちが来るような場所ではない。早々に立ち去るがいい。相変わらず風のように現れて風のように去っていくな。さっきのあんちゃん、かなり気合入ったやつだったな。この俺様と互角にやり合える手だれみてえだった。牛使い野郎のくせに、その自信どっから来るんだよ。あの方を一人で行かせて本当にいいのか。あいつは一人で行動するのが好きなんだ。それに人の話なんか聞かないしな。でもすごいやつだから放っておいても大丈夫だと思うぞ。みんな気を引き締めてちょうだい。この先何があるかわからないわ。周囲によく注意して常に心構えをしておいて。お前らを仲間と認めはしたが、俺様にはずば抜けた才がある。こいつの注意も案内も俺様には必要ねえ。親分。ああ、オイラはイエランがいると安心感が増すけどな。空飛ぶチビスケ、お前はこの国のやつじゃねえだろ。アッサム。We've unlocked a new domain. I have no idea how do we get there. Ah, chasm bit.Enter the domain. Alright, I think for now this is gonna be it for today. We've unlocked Lurking Perel. So this is stories, I guess. And this must be the domain things. Anyway, guys, when we come back, we will enter the domain and see what's gonna happen. And yeah, guys.If you guys are going to wish for Yelan, this is a quick good luck wish for you guys, and for Xiao as well. I unfortunately am not going to do any summons for this patch. I recently got Ayato, a Hydro character, plus I'm not really interested in bow characters as well, so I'm sorry Yelan, I have to skip you.I've already got Xiao. He's great. He's worth getting. Well, I am now saving my primer gems for Kazuha and the Dendro Archon, which would come not so soon. I don't know when, but sometime in the future. Well, anyway, guys, that's it for today. And as always, thanks for watching. Stay safe. 嫌なことを思い出してしまった。And I'll see you in the next one. Bye, everybody.